ステアリングタクトとかいう古馬以降は評価が難しい馬用やっとるとは思う。ジェンティルドンナとアーモンドアイで基準ぶっ壊れた定期。一個前の牝馬三冠馬がバグだっただけだし。そのさらに一個前もバグなんだよな。動機が弱くて助かった枠？動機が弱かったのか上下が強すぎたのかわからん。マリリンもこの時期は強くないし、マジでレシステンシアしかライバルがいなかった。オークスとか低人気しか他に来てない。まあ怪我もあったししゃあない。少なくとも小馬混合 G1 級の実力はちゃんとあったからええやろ。ようやってたのは間違いない。史上初の無敗牝馬三冠という称号に見合うほど強かったかは、はい。って感じ。コントと比べちゃうと尻切れトンボではあるよね。足元不安なタイプなのになんでエリジョジャパンカップローテしたのかわからない。ほんと怪我がなーって言いたいところだけど、さすがにゲデオンに負けたのはちょっとね。怪我から復帰した後も宝塚記念の3着やジャパンカップ4着があるから言うほど悪くないと思う。牝馬としてはやはり強い馬だったという印象。ところで牡馬との混合戦の方が成績いいよね。強い弱いは別として怪我なく走ってる世界を見たかった。動機は万世目が多かったのかな多分。というかみんな無敗の三冠馬にとらわれすぎなんよ。無敗である意味なんてほとんどねえだろ。いくら動機が弱かったとしても事故らないほどの早熟性と強さがあるってのは評価したいけどな。個人的にタクトは RTA 気味なのはちょっとどうかと思うけど。馬柱が綺麗であることは確かに、それに越したことはないと思うけど、しかしそれが思考だとは思えんしな。悪く言えば消極的ってことだし、特に怪我がない場合はなおさら。言うても先代が皇帝と英雄だからね。日本競馬で最も重い称号なのは間違いないと思うよ。無敗三冠じゃなくてただの三冠だった方があんま言われなかったかもな。戦績も賞金も負けてるけど、士官ではアパパネより強いと思ってる。思ってるだけで特に意味はない。守護馬になるわけでもないし。というかメスゲンだとアパパネ、混合だとタクトみたいな印象だわ。マイルならアパパネ、中距離ならタクトだろ。むしろ小馬になってからも1億以上稼いでるしな。デアタクはどこでも G1 級で戦えるのはすごいと思うよ。どっかに特化して強いわけじゃないけど、どこでもいい成績だし。そもそも三冠馬だし、4歳春で引退しててもおかしくないのに、1年以上休養して戻ってきて、それでなお G1 級で戦えるのを評価したい。引退しなかったのは農山と日高の違いみたいなのもあるんだろうけど、偉い。オールカマーさえなければ。1年休んでそこそこ安定してたのはすごいと見るべきか。結局小馬 G1 勝ち負けできるほどの実力はなかったと見るべきか。怪我明けでもビクトリアマイル6着、宝塚3着、ジャパンカップ4着はようやりすぎとる。怪我前のギベオン賞と香港はまあそうねえ。香港はなんか調子めっちゃ崩してるみたいな報道なかったか。ギベオンは松山さん。無敗自体はすごいと思うけど、それだけレース出ずに RTA したってことだしな。やっぱりよく走ってくれる馬の方が応援したくなる。そして無敗だからこそ厳しい目で見られるようになったんだし、一長一短だわ。ラモーヌみたいな引退の仕方すればだいぶ違いそうだけどね。それこそタクトは4歳で引退してもおかしくなかったのに、小馬で現役続けるのはめちゃくちゃ粘ってたからな。よく走ってくれてる馬の範疇ではあると思う。傾向として世代戦の出走数が少なくなってるのはもう仕方ねえんだ。実際ようやっとるのだけど、ようやっとるで満足していいんか感がある。あと引退のグダグダ感がちょっと。最初の故障で引退してた方が評価は今より上がってそう。ここの住民は宝塚3着、ジャパンカップ4着でん掘ってるから、あんまそんな気がしない。勝ちきれてはいないけど、そんなひどい戦績でもないから別に超天才じゃないけど、普通に強かったなってだけ。普通に引退レベルの怪我して復帰してきたんだから、ようやっとる方やろ。無敗三冠牝馬じゃなきゃ優秀な前線マンで評価されてた。普通なら引退級の怪我してるから、それがなければどうだったのかなってくらいかな。個人的に松山本人からの申し出だったとはいえ、一度乗り換わってそれが最後になってしまったのが残念でならない。あそこまで松山乗せてたなら最後まで松山でよかった。乗り換えるならもっと早くにすべきだったな。エリジョとジャパンカップに引退のグダグダといい、陣営が中途半端にいろいろ狙いすぎ。まあこの馬も結構陣営に振り回されてるよな。本来なら引退まっしぐらのはずの軽人体炎から復帰しただけでもすごいし、それ以降も宝塚3着、ジャパンカップ4着って活躍しているからね。何かしらの勝ち星はあげたかったけどね。引退具だったのはできるだけ長く走らせる牧野の方針もあるからしゃあないわ。
そういう意味ではいずれ後輩予定の逮捕は半持ちとはいえ綺麗に辞めさせたもんだと感心した。怪我してもそこそこの強さはあって入着なりで賞金は稼げるから引退しぶったんかな。ようやってるとか言われてる時点で期待値下がりすぎ。仮にリバティがこの後1勝もせず引退したとしてようやってると言われるだろうか。あのジャパンカップで先着したスタ運動の今後の活躍次第じゃね。それでいいなら直後の有馬でアンサー出てるけど、そうは問屋が下ろさないのが競馬でしょ。怪我からの復帰が起きるならな。デアタクと同じような評価される場合、リバティがほぼ4歳引退確定レベルの怪我が襲いかかってくることになるんですが、あまり関係ないかもしれないけど、ノルマンディー、こないだの新山記念がデアタク以降の重傷って聞いてってなった。それはもともとそんなもんだぞ。まあギベオンに負けて期待値下がって怪我してからは前線してようやってるまでに落ちた印象かな。こういう風に言われてるのはティアラ路線で戦った奴らが軒並みその後いい成績残せてないのもあるだろうな。ティアラ路線でデアリングタクトと戦った奴らの中でその後 G1 勝ってるのウィンマリリン以外誰かいるっけ？マリリンだけよ。他の同世代に2頭 G1 勝ったヒンバオルケドクラシック、周華賞含む、2、3戦。オールカマー、エリジョ、ジャパンカップのローテはいつ見てもひどい。ジャパンカップ1本に絞ってた方がマシだった感あるよね。ぶっちゃけ期待外れって評価だと思うよ。良くも悪くもクラシック期の同期に恵まれすぎ。デアタクの場合良くも悪くも、え？あの怪我で1年休養して復帰が入るから難しい。怪我せず走ってた世界戦が見たかった。同じ怪我再発して引退ってなったし無理に復帰して走らせなくてよかったのでは？になる？コントレイルと同様動機が成長を促してくれるほど強くなかったのが不運。まあ強かったら無敗3冠取れたかという話になるが。3冠馬って時点でエリートイメージがつくからそのエリートをけなしたいのが湧いて評価が難しくなる。エリートをけなしてるのはアホローテした陣営なんだな。それはそう、あのローテは壊れるって。勝ったのは全て世代戦で小馬で勝てませんでしたって言ったら、じゃあ世代弱いねって評価されるのはしょうがないことやろな。弱い世代って言われてる中でしか G1 勝ててないからさすがに評価下がる。アパパネですらブエナに勝ってるしな。コバデメスゲン G1 勝っても強い扱いされない馬が多いのに何も G1 取れてないんだからそりゃ弱いよ。タクトがもし単冠ないし二冠馬ならもっと評価されてただろうな。三冠馬、しかも初の無敗である以上それなり程度の結果では評価下がるのは当たり前よ。普通に無敗三冠だけでもすごいんですが、そういうのはハードル上げとかゴールテープずらしとか言うんですよ。ライバルに強いのが少ない年によっては桜花賞出られない賞金。3冠取れたのはほんと奇跡なのでは？重度の怪我して戻ってきて夢見れそうな構想しただけ良かったとしか、無敗3冠牝馬の肩書きよりそっちに目が行く。結果論だけど無理して復帰してなければ、と思う馬最近だとピクシーナイトもそう。でも結果論でしかないのよね。ギベオンされた後怪我で終わったであって、3歳児が弱かったと言われるほどではない。三冠牝馬の期待ほどには成績が振るわなかったのはその通り。やっぱり小馬で成長できなかったんだろうな。怪我する前から怪しかったのはそうだし。コントとデアタク、というか20世代の国内千年組は一生馬鹿にされてるんやろな。コロナ禍で渡航が難しかった時期なのに構成ではそういう事情も忘れられてるんやろなと思うと腹立たしいわ。デアリングタクト香港行って負けてるやん。ウォッカも海外ボロ負けだけどそれで雑魚認定されてるか？国内千年組、とか同じ日本馬に負けてるのに、渡航が難しかった。っていうのは違うだろ。擁護派も否定派もとりあえずあのローテはアホって共通認識のアホローテよ。否定派もあのローテで壊れるとか脆すぎとか言い出せない程度のアホローテ。怪我した後なのに超絶クソローテで雑な扱い、その影響か現役続けた次の年は一走もできず引退。後味が悪すぎる。一昨年のジャパンカップから丸1年休養して結局レース出ずに引退は悲しかった。そんなに重い怪我だったのか。想像以上に治らなかったからその両方だったりしたのかな。怪我した後も走ってくれただけで感謝。能力的にはアパパネとラモーヌスケルインラブの間くらいかなと思ってる。競馬を知った時期の都合上後半からしか見てないけど名前も含めて、大胆なる挑戦者、って感じがしたかな。RTA 気味の無敗牝馬さん冠しかり引退レベルの怪我からの復帰しかりそこからの怒涛のローテしかり、それでずっと前線してたんだから強かったんだとは思うよ。1年以上ぶりに G1 出て1桁着順確保できた馬が他に何頭いるのか。個人的にはもう一回復活して欲しかったとは思う。それは普通に残念。G1 勝たせようフェーズはエリジョまでだったんだと思う。
ジャパンカップやサウジは最後にできるだけ稼いで終わろうって感じだろう。自分もこの認識かな。引退させたレオとは思うし、三冠牝馬の扱いではないとも思うけど、競馬だとこういうの結構よくある話だからな。